こちらは福岡県大牟田市にある源泉かけ流しの銭湯ユリイカといっても天然温泉ではありません。ここでよどみなくあふれているのはひらめきの源泉。人や社会をめぐる当たり前のコリがじんわりほぐれてちょっと自由になれる。お湯から上がる頃には誰かと話してみたくなる。そんな湯あみの時間が今回も始まります。ひらめき源泉かけ流しチャンネルゆりか。中島さん、今日ありがとうございます。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、早速なんですけれど、今日中島さんにお話をいろいろ聞かせていただきたいなと、お話したいなと思っていてですね、まずこれいつもこう最初に、これは中島さん書かれた本なんですけれど、私たちも、これはだいぶみんな、私も梅本さんも読ませていただいていて、あんまりこう中身っていうよりは、そこに書かれていることの、本質というか、大事なところについて、こういろいろ、お話しできればなというふうに思っています。で、まず最初になんですけれども、ちょっとこの本の大事なところで、これまでも中島さんとお話をさせていただいているところとして、私はこの本すごい好きなんですけれど、何かっていうと、まずその社会を、自分たちの社会でも相手の社会でもいいんですけれど、何か理解しようとか参考にしようとしたときに、どうしてもやっぱ断片的になってしまうっていうところがあるなと。特にデンマークに関しては、我々の地域だと特に介護とかの高齢者に関する何かケアとか介護とかで、かなり前から入ってはきているんですけれど、なんかそれがすごく断片的だなというのはずっと感じてました。で、この点、中島さんの本で、むしろこちらは、経済とか産業とか、むしろ都市とかいうものが後半に向かっては大きく展開して書かれていると思うんですが、中島さんとしてそういうふうに、ある意味理解することの重要性というか、大事だなと思われているとすれば、そこら辺の、どうしてそうなのか、どうしてそう思われているのかというところからお話をお聞きできます。あ、そうですね、ありがとうございます。やはりですね、私は本当にご縁があって北欧でデンマークといろいろとこうお仕事をさせていただいたんですけども、やっぱ最初は私もそんなに深く理解をしていなかったんですね。で、ところが社会保障と言われていて、ステレオタイプ的な福祉とか介護が充実している、税金が高いっていうところなんですけども、触れていくとですね、すごい驚きというか、謎がいっぱい出てきまして、で、これはやっぱり断片的に捉えてもわからないだろうな、っていうのが一つですね。で、私も最初かかった頃はいろいろと日本語で書かれているデンマークの本とか読んでみたんですけども、大抵は歴史だとかバイキングとかアンデルセンだとか社会保障がやっぱりそこまでなんですね。で、なのでこれはじゃああんまりそういうことを見てる人がないので、こう全体的に見てみようと思ったのがまずきっかけで、で、そのきっかけをから具体的にこう調べていくときにですね、これは実際に向こうの人たちだとか仕事を通じて実体験でこう感じたことなんですけど、すごく特徴的な点がありまして、それは何かというと、小さい国で資源が限られてるからこそ彼らは意識的にやってると思うんですけども、物事を包括的にこう見ていくんですよね。これよく英語ですとホリスティックって言い方をしてるんですが、その日本だとか他ってやっぱりどうしてもこう物事をこう因数分解していって、でこう断片的にそこの限定領域だけでこう見ていこうとするじゃないですか。で、向こうはもちろんビジネスもやってるのでそういう見方をするところもありますけども、同時にやっぱり何て言うんでしょうか、非常に鳥の目というか俯瞰的にこう物事を見るような、これは何ていうのかな、癖というか、あるいは教育なのかもしれませんけども、そういうこうアプローチの仕方が あそこの国には結構、浸透してるっていうのが一つですね。もう一つが、それと少し関係するところもありますが、何年か前、2、3年前かな、結構日本のベストセラーになったんですけど、センスメイキングって聞かれたことありますかね。
僕はちょっと読んでる。そういう本がありまして、はい、これはまあ、分かりやすく言うと、世の中のいろんな事象を、こう見るときに、その意味付けですよね、うんうんうん、意味合いをこう考えていくっていうアプローチなんですけど、そういうこうセンスもデンマーク社会の中にこうあってですね、それをこう組み合わせていくと、なんて言うんでしょうか、ミクロの、よくカメラでミクロレンズってありますよね、はい、お花だとか虫をこう摂写して撮る、うん、というところからぐーっとこう引いていって、よくGoogle Earth でこうずっとこう宇宙からこう深く入っていく、あとまた逆もあるじゃないですか、そういうのがなんか同時にできているような感じですかね、はい、なのでそういうやっぱり視点で社会を見ると何か新しい真実が見えてくるんではないかなというのを意識して書いてあるのが背景ですね。あ、そうですか、はい、それがなんていうか社会を、私はてっきりですね、やっぱりデンマークなりどこかを紹介するときに、まさにその私なんかも、まあ、今日いろいろ話ができればと思うんですけど、ミクロで見ることの限界とか、基本的に事後的に起きたことをそこだけに集中すると、やっぱり事前的に起きる、つまり構造的に起きていることが見えなくなっていったり、関連しているものがやっぱり落とされたりするので、なんかそういうことの問題意識がもちろん中島さんにもあるんだろうなということは思っていたんですが、今の話ちょっと初めてお聞きして、つまりデンマークの人たちは自分たちの何かを考えるときにも、そういうなんていうかこう、まあ、マインドセットっていうかアティチュードというか、そういうことで彼ら自身が自分たちの社会のこともこう捉えているっていうのをやり取りする中でやっぱ感じられたってことなんですね。そうですね、まあ、もちろん全ての人たちがそういう見方をしているわけではないと思いますが、比較的多いと思いますね。で特に行政側、自治体だとか、それから日本でいう省庁ですよね、はい、ここに勤めてる人ってやっぱりそういう意識の高い人たちが多いので、まあ、なのでその国の在り方、世界との関係性も見ながらも、末端の現場感というか、例えば福祉だとか介護とか話をするときに、そこでなんか、いや世界の話はこうだなんて言ったって、みんな、いやそれはそうだけど目の前 の, 大切な仕事をやってよってなるじゃないですか、うん、でもそういうのが彼らはちゃんとこのリンクしてるんです。面白い、それは面白いですね。影響下にあるっていうのも、例えば本質的には例えば賃金 の, 状況が経済構造かなり影響するとか、はい、まあ、ですよね。どの産業がここでグローバルに戦ったらペースというか、その戦えるのかっていうことは、確かにつまり今の産業構造がおのずからあるわけではなくて、非常に大きなトレンドの中というか、マーケットの中でもちろん起きていたり、はい、まさにあとは SDGs みたいなものがもし出てきたとすれば、気候変動の議論もそうですけど、もちろん一国で閉じないテーマってもいっぱい、今人権の議論もそうですけど、いっぱいある中で、その目線と確かに現場で起きていることっていうのは常にこうリンクして、そうなんです、ということですね。はあ、それが小国であるがゆえに、どこかこう生き残るためのもしかしたら考え方かもしれないというのがあるというのは最初の話でも。そうですね、それもあると思いますし、はい、なんていうかな、その風土的な文化的なものもあるかなっていう気がしてまして、うん、でいや、じゃあ今今日これ入る前にも別のちょっとミニセミナーでお話をしてたんですけども、はい、すごくやっぱり面白いなと思うのが、なんていうんでしょうか、その大きなビジョン、美しい話と、それから今も話しましたけど、その現場の末端のところがいつもこのシンクロナイズしているので、すごくこうエネルギーが無駄にならないんですね。で、分かりやすく言うと、これは本当にあったことなんですけど、これ前も話かもしれませんけど、デンマークのエネルギーの系統の副社長が来日をして、東京のイーノホールで再生可能エネルギーと日本が行く道っていう、なんかそんなテーマで講演をしたんですよね、はい、シンポジウムをしまして、その社長とそれから日本のいろんな企業だとか人が来て、あと、モデレーターは元東大の総長の小宮山先生でしたかね、はいはい、で確か小宮山先生がその、デンマークでその再生可能エネルギーとかそれやるにあたって、まあ、会社として何が一番のドライビングフォース、モチベーションですかって言った時に、その副社長が
社会福祉、ソーシャルウェルフェアですって言ったんですね。それ聞いたときに、ああ、言っちゃったと思ったんですね。で、どうしたというと、これは絶対日本人には理解できないので、日本の方がソーシャルウェルフェアって聞くと、なんか介護の領域の、なんかそういう限定された言葉で、解釈してしまうんですが、向こうはそうじゃなくて、社会全体の、福祉というのをエネルギーを通じて、実現をしていくと。で、そここそがそのエネルギー会社としての最大の、モチベーションだって意味で言ったわけです。でもエネルギーとか再生可能エネルギーの話をしてるのに、ソーシャルウェルファーって言ったらみんなこうずっこけちゃいますね、日本の場合。しかも理解できないので、案の定やっぱり私の近くに座ってる明らかにどこかの有名な大学の先生がやっぱりちょろっとこう、ちっちゃく舌打ちをしてですね、そんな綺麗事で世の中は行かないんだよな感じでこうおっしゃってですね、エネルギーなんてそんなもんじゃないよって言ったんですけれども、まあ、やっぱりそういう反応かと。ただ向こうではだからエネルギーの本当にこう泥臭いという話と、今言ったようなこう理念系のところがこう同期しているので、全くこうずれてないんです。でしかも、そういう現場の泥臭い仕事、まあ、日本でいうと、企業だったりすると、現場の人たちはいくら会社が SDGs が大切だとか、グリーンが大切って言っても、末端の人たちはノルマを抱えていて、もう目の前のやらなきゃいけないことってありますよね。そうすると、なんかそういう、こう、全体的なビジョンとかそういうことはもう置いておいて、もう、たとえちょっと環境に負荷がかかろうが、自分の売り上げを達成するのが大切だっていうことでこう分けちゃうじゃないですか。はい、ところが向こうの場合はさっきも言ったように、その全体とその個の関係性がちゃんとこうつながっていて、しかも関東シンクロナイズで同期をしてるので、はい、目の前の売り上げ稼ぐが稼ぐほど SDGs のゴールに近づいたりとかっていう形なので、頭のそのロジックも破綻しないですから、もうガンガンみんな気持ちよく頑張れちゃうんですね。日本の場合だとなんかここにやましいところがあったりするじゃないですか。わかります。本当はこれはあんまり売らない方がいいんじゃないかっていう産業もあったりしますよね。はい、そういうのがないので、すごく健全にエネルギーがバーッとこう、だからああいうこう、グリーンだとか環境だとかっていうところになるわけですね。で、そういうのがあるので、なかなかね、その本質的のが日本には理解されなくて、多分そういうのは見てないで、ニュースだとか新聞だけ見ると、ああ、北欧系の小さな国で、社会保障やってるから、まあ、ああいうとこはできるよねっていうような解釈になるわけです。ちなみに今お聞きして改めてこう考えてみると、今の中島さん言ってくださってるのって、ミクロとマクロの話が一個あるのと、もう一つは例えば今の非常に分かりやすい例で逆もあるなとは思うんですが、例えば経済と社会、まあSDGs だったら環境が入ってくるわけですけど、特に今の経済界産業界の議論でいうと、まあ、私たちもよく議論するんですけど、まあ、社会的なテーマってきれい事だよねとか、はいはい、ですよね。社会的なテーマって自分たちの領分じゃないよねと、はい、誰か他の人たちが後ろからでやってくれるんでしょと、我々がやったことのある意味残り部分というかになるじゃないですか。で、はい、私もすごい感じるんですけど、自分たちがいつ何時どういう状況であっても社会的な存在であるっていうことってすごく大事だと思っていて、それが多分ある意味での幸福感とか自己効力感、高揚感っていうようなものにこうグッとつながるような気がするんですけど、今のお話はそのミクロマクロだけじゃなくて、今みたいなその自分の存在がやっぱ社会にあるとか、自分が社会をある意味変えていく存在としてしっかりこうつながっている、それであるからこそある意味人間的にいられる幸福感の色に、はい、なんかそのあたりまでこう含まれている感じです。そうなんです。ですので冒頭、はい、ホリスティック包括的っていうのはそういう意味で、はい、でそこってさらに多面的で、今のは、うん、ミクロとマクロ、それから経済と社会と話をしましたけど、はい、今度例えば、はい、バーチャルとリアルというキーワードもあるわけです。割とあらゆるその境界を超えた概念が、うん、こうリンクしてつながるような、なんかそういう考え方ができるんですよね。面白い、本当面白いんですよね。これはとっても面白いですね。それはとても面白い。だから工事で、ある意味弁証法的な形で工事で統合しているというような気持ちもある反面、ある意味なんていうかこう
どこかこうベースがあるというか土台があるような、あのつまりなんて言うんでしょうね、あのなんていうの、統合してる面と、まあ、自己存在がある意味存在として、あのなんて言うんでしょうね、あの立脚すべき何かが あるという、まあ、別の言い方をするとあのなんて言うんでしょうね、あの自分がそれを考えるっていう、まあ、ではリアルとバーチャルを考えるときに、リアルとバーチャルがあって自分があるんじゃなくて、自分がちゃんとあった上でリアルとバーチャルがあるっていう関係、つまり本人、はい、うん、なんかそういう形にならないと飲み込まれたり、ある意味巻き込まれたり、あの自分のある場所が全てだと思ってしまったりするような気がするんですけど、 そのあたり今言っていただいた最後のまで含めるとこうより深いですね。 なので、あのデンマークってあれじゃないですか、うん、哲学者のキルケゴールが生まれたところですよ、ね、うんうんうん、だからやっぱり、はい、あのそういう土壌というか風土があると思うんですね、うん、ですからもともとそういうこうなんていうか物事を深く哲学的に考えていくっていう土壌と、それをさらに、うん、あのでもキルケゴールって昔の人ですけども、なぜ今でもできてるかというと、これは私の仮説なんですけども、はい、レゴブロックがありますよね。はい、でレゴブロックっていろんなバラバラの何もないものから形を作っていく。でも、はい、いつでも形を変えられるし、あの、バラバラの、ピースもそれなりのものなんですけど、それがこう自由な発想の形でこうお城だったりとか何か作ると、それも存在であるわけです。でも存在とピースってつながってますし、だからもしかしたら向こうの子どもたちはそういうのをこう絶えず繰り返しながら自然にこう哲学をしてるのかなと。であともう一つ哲学的あの思考に至るっていうのが、はい、あの孤高の暗い夜です。結局あの今なんかそうですけども、だいたい朝明るくなるのがあの8時過ぎなんですね。それまでね、うん、真っ暗なんです外。で、午後はですね3時半から暗くなってきて4時になると真っ暗になっちゃうんですね。そうすると、まあ、結構な時間あの世の、こう冬は真っ暗なわけです。で、うん、日本人だと考えられませんけども、日本って1月でも青空ですよね、うん、で向こうはあの日が出たとしてもなんかこうどんよりとしてこう、曇り で外も真っ暗だったりすると、結局家の中であの暖炉をこう燃やしたりだとか、あるいはその、まあ、北欧のこの有名なこう、照明を使ってでこう家の中で過ごしたりとか、でも照明もあの間接照明ですごく暗いんですね。うん、そうするとですね、人間ってあの皆さんキャンプに行ってあのキャンプファイヤーで焚き火とか見たりしていると、ちょっとみんなと盛り上がっている時は あのあれですかね、一人ちょっと静かに落ち着くかってなっていくと、大体こう人間って内向的になっていって物事を考えてくるんですね。うん、そういうのが日常にあるので、うん、ああいうこの環境的なものとレゴブロックで今言ったような何かこうちょっとした事象もあの大きくシェアを広げて、でそれから小さなこう部品も考えるっていうような、なんか訓練がされてるんじゃないかっていうのが私の仮説です。なるほど。結構あれですよね、そのまあいろいろ考えるとかイノベーションを生むときには余白みたいなことがやっぱり大事だってよく言われてて、はい、まあ、そういう、まあ、日本人だととかく働きすぎちゃったりするから、ね、なかなかそのどうしてもそういうじっくり考える、じっくりゆっくり考えるみたいな機会がやっぱり相対的に少なかったりとか、まあ、そこにまた環境、今のデンマークの環境みたいな要素もあるんだなと、面白いなと思って聞いてたんですけど、ちょっとさっきの話の中でちょっと2つ気になったところがあって、はい、さっき例えばそのエネルギー政策やってるような会社がそのソーシャルウェルフェアだっていうことを言ったっていうのは、まあ、なんとなくこう、あとそれとかよく有名なレゴの会、レゴとかですね、やっぱりその企業理念としてやっぱりその社会のことを考えるとか人間のことを考えるっていうことが、まあなんかこう聞いてて、まあ、そうかなっていう気もするんですけど、はい、例えばデンマークにもいろんな会社があると思うんですけど、そういう、こういろんな会社がある中でやっぱ多くの企業がそういう、なんていうか社会のこととかその人間のことっていうことをやっぱりこう企業理念として思考しているのかっていうのがどうなのかということと、さっき言ったミクロとマクロの話で言うと、実際に働いてる従業員の人たち、まあ、現場の人たちが実際には企業がそういう理念でこう掲げた時にですね、そこにその通りだってコミットメントできるから、こう抱え、なんていうか、営業も頑張ってもそれがどんどんこの
企業理念と合致するのでストレスがないんだって話だったんですけど、これは日本の場合だとそこまでじゃあ企業がこう理念掲げた時にコミットメントできるかっていうと、そこはなかなかこう現実難しいと思うんですよね。そこはやっぱそのデンマーク、あの本の中でもこうやっぱり象徴的だなと思うのは、デンマークあの本の中でも最初の方に教育の話が出てくるじゃないですか。やっぱりその少資源国だからこそ人間をしっかり価値を置いて、そこを育てていくことが大事なんだ、教育していくことが大事なんだってことがまずそこにあるのは、今中島さんの中でどっかでやっぱその教育の大事さみたいなことがあるのかなと思う。そこの2点ですかね、その企業の理念の話とあと現場の話。はい、その企業の理念はですね、多分私たちが考えている理念に対するコミットメントレベルと向こうの人たちの経営者のコミットメントレベルって相当違いがあると思いますね。もちろん全て あのデンマーク企業がそれを高い水準でやってるとは言いませんけれども、あのかなりの企業がやっぱりそのものすごく理念を大切にして、うん、もっと言うとその理念とあの反する事業があったとしたら、それは勇気を持って退路を断つというところが結構ありますかね。で私はね、やっぱりそこで一番衝撃的だったのはデンマークのある製薬企業なんですけど、まあ大手なんですけどね、そこの日本人の社長がやっぱり言っていたのは、例えば糖尿病だとかそういろんな薬を作ってるわけです。で、まあ、中にはあの今、世界的にそうですけど、薬ってあのどん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 作って売った方が企業の売り上げが伸びるじゃないですか。でもそこの会社の、ビジョン社税というのは、要するに薬を通じて世の中の人々の健康と幸福に貢献するっていうことがビジョンなんです、うん、そこがもう絶対譲れないところなの で途中で彼らが作ってる薬もいろいろと環境の変化によってですね、その薬をあえてこう、提供しない方が患者さん その例えば糖尿病とかそういうところ のあれに良いっていうふうに、なってくると、その薬を逆に売らないという決断をするんです。それって多分普通の大手企業だったりするとどうでしょうか、ありえないというか、だって自分の会社の根幹を支えている製品を、自分たち その掲げたコミットメントと違うからやめる、撤退するっていうことですよね、うん、そのくらい強烈なコミットメントなんです。うん、もっと分かりすると日本の例えばそういうある、家電製品とかそういうのを作ってる企業があったとするじゃないですか。で売り上げが3000億ぐらいあるんだけども、でどうもこれやっぱり SDGs で売れば売るほど環境はあの破壊するっていうふうになった時に、会社の社税で環境を守るっていうことが入っていたらその売り上げを放棄するっていうことです。あ、でそれを聞いて私も衝撃で、うん、それ本当ですかって聞いてるよ。本当だよ、だってそれが会社の存続意義だから、それがコミットメントっていうことでしょって言われてしまって、まずうなってしまいましたね。でもちろんそれはかなりあの相当あの意識の高い会社なのであれですけども、多分まあそこまでいかなかったとしても似たような形でコミットメントをこう設定をしてる。でだからこそそのコミットメントに賛同した社員の人たちは全力でそれを達成するために頑張るんです。だから、そういうビジョンとかコミットメントと、さっき言ったように現場の、営業活動にしてもあの事業活動にしても分離してないのでちゃんとつながってるんですね。面白い。だから一体化してるので、あの何のストレスもないですよね。自分の信じるコミットメントに自分の仕事を、目の前の売り上げを上げれば上げるほど貢献するんだったら、みんな気持ちよくできますよね。それはすごい話ですね。そうだからこのモデルはね、なんか本当悔しいんですけど、本当は日本人がその辺感性があるはずなんですけど、日本人はどこからかなんかで、日本人ってあの、自然と一体になるとかですね、そういう、こう思想があるじゃないですか、でどこからか日本がなんかその辺を失い始めてるっていうのがあります。であと教育はですね、まあ教育はそうですね、やっぱりあの、向こうの場合はなんか押し付けるっていうことはしない代わりに自分たちで考えさせるんですね、でやっぱりそういうこう何て言うんでしょうか、まあ利他とはまでは言いませんけれども、この全体のバランスをとって、その自分たちだけ、あるいは会社であれば会社だけが良くならないで、みんなでこう共生していくっていうところはですね、やっぱりあの環境教育がすごく進んでるところが一つ要因としてありますね。でこれはあのよくあの日本語で訳すと環境知性っていうふうに言うんですけれども、それがこう育成されるんですね。
で、これはですね、やっぱり教科書だとか先生がこうだ、これが大切だからっていうふうにこう一方的に話してもそんなに身につかないんですよね。で、これはなぜデンマークの人がそれが自然に身につくかというと、やっぱり日々の過ごし方で、やっぱり幼稚園からですね、皆さん森で遊ぶわけですよね。都心に住んでる人たちも結構小さなセカンドハウスを持っていたりするので、皆さん夏の間は1ヶ月だとか1ヶ月半ぐらい森に滞在をして、あるいはそういうセカンドハウスに対してこう自然と触れ合うので、そういうところを通じてもうなんか左脳で理解をするのではなくて、ダイレクトに全身で自分の細胞でそういうのを理解をするがゆえに本物の環境知性が身についていて、でそれが気づかないうちに多分思想のこう基礎の部分でこうベースになっているがゆえに、要するに人間だけ勝手に動いて勝手なことをするといろんなところでバランスが崩れるっていうことをもう DNA で多分体感してるんじゃないかなっていうのは、これも私の仮説ですけども、多分そうだと思います。でなぜそういうふうにできるかというと、これだからよくいろんな人に言ってるんですけども、1ヶ月とか1ヶ月半森の中に滞在したら多分ね、思考の回路が変わるんですね。それを子どもの時からやっているので、それは最強なんです。でさらにもっと言うと、それって実はものすごい彼らの、多分これ意図してやってるのではなくって副次的効果を出してるんですけども、これからデジタルが進んでいって、それこそサイバーフィジカルで融合していきますよね。でいずれマトリックスに近いような関係が出てくるんですけども、その時にこの能力が活かせるわけです。要するにみんなバーチャルでテクノロジーでこうもうテクノロジーって言ってる中で、多分一番重要なのはそのアナログ、本当はアナログでそのリアルな自然との解釈を動物としてこうできるかどうかっていうところなんですけど、だから彼らは意識してるしないに関わらず、夏休みだとか積極的に自然に触れることによってその能力を失わないようにしてるんです。で多分アメリカも東京もそうですけども、見てください、今の若い人たちって例えばスマートフォンがなければ目的地に正確なルートで、時間でこうたどり着くことはできませんよね。私もそうなんですけど、若い時ってスマートフォンがないのにお客さんのところには必ず遅れないで5分前についてたんです。で今ねそれできなくなっちゃったんですよ、スマートフォンがないと。だそれと同じで、人間ってどん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 テクノロジーに依存していると、結局だから動物としての本源的能力がどんどんこう劣っているわけですね。ところがだからデンマーク人はずっと毎年毎年そういう自然に触れ合う、人によっては毎週そういうところに行くわけです。そうすると、動物的本能をちゃんと維持しながら先端テクノロジーを使うので、多分これからの時代に絶対必要な能力なわけです。面白い。ということで、その全体を見ながらも、バランスを取ってみる、それからそういうこう、コミットメントと、現場をこうつないで、なおかつ将来起こるであろうシンギュラリティ、マトリックス時代になったとしても対応できるような、その人間としての基礎能力っていうのはちゃんと維持してるわけですね。面白い。いや、今の話ちょっといくつか多分遡ったりいろいろしながらになりますけど、多分我々が今の話で気づかなきゃいけないんだろうなと思ったのが、日本の場合環境教育って、環境省の結構偉い人たちが議論したりした時もあるんですけど、環境教育って非常にこう環境を学ぶんですよね。環境を客体化して理解しに行こうとするじゃないですか、はい、で今のお話全くそうではなくて、環境に自分がいる、つまり環境としての自分を体感するっていうモデルチェンジ。そうなんです、はい、でその環境っていうのは自然環境っていうよりはむしろある意味さまざまなものが有機的につながっていて、ある意味いや景色もそうですけど、自然って全く個物と全体が一致してるというか一体になってるってことじゃないですか。要はひらひらって木の葉っぱが落ちてくることと、そこに森があることっていうのには全く矛盾がない構造になってますよね、はい、風が吹くこととか全てで、確かにそのことって多分ものすごい、確かにもう中島さんに言われて本当にそうだなと思ったのが、それがさっきのミクロとマクロのまさにつながっていくお話と、万物があるから自分があるとか、自分があるから万物があること、万物があることと自分があることっていうことに、矛盾がなくなる。
だからそれはすなわち利他っていうか、まあ、自分であることはすなわちまあ誰かであるというか、で その感覚って確かに流れますように日本的な議論とも聞こえるんだけれども、確かにそれが置いてかれた中で、むしろデンマークの人たちはそれを、繰り返しになりますけど、まさに環境知性、環境教育、環境知性って言われたときに、日本人が想起するものとは全く別の、もう根源的な、多分自分があるようでないような話でもあるけれども、やっぱりそこが、なんて言うんでしょうね、意識ではないんですね、多分ね。もう、そうなんです。ですよね。そこが、こう、発露してくるというか。はい。で、今ちょろっと原口さんがおっしゃられたんですけど、うん、これって実は本当は、日本も含めた東洋の英知そのものなんですね。そうですね。うん、でそれを一番お膝元である私たち日本人が最近ちょっと忘却をしていて、で本当は一番こう縁遠いはずのああいう人たちがそういうことをしてるっていうことにまた私は結構ショックを受けてですね。で多分ですね、深く議論していくとデンマークの人たちもね、そこはね理論的にはあんまり理解してないんです。もう自然のものとしてやってるので、今のことをきちっと体系化して説明をしろって言っても多分説明できないと思いますね。でも多分ね、日本人の目から見るとそれは説明できるんです。なぜかというと、もともとそういうものが日本にあったからですね。なので、だから今いろんなところで言ってるんですけども、例えば大牟田もそうだと思いますが、自然が近いじゃないですか。だからもう土日は森に行ってキャンプで火を見ましょうとかね。もしかしたらそれが一番早いかもしれませんよね。なので、おっしゃるとおりですね。この話また面白いのが、あえてもともとの話にギュギュギュってつなぎ直していくと、つまり鍵括弧環境の議論じゃない、っていうことは、もちろん社会の議論で途中で中島さん、利他の話したじゃないですか。はい。で、デンマークのある意味で一方で言うと個人主義の議論があるじゃないですか。まあヨーロッパなりデンマークなりの個人主義で自立の議論が、まあタツの自立にも近いような、まあリッスルの自立みたいなオートノミーの議論も、まあ含めた形の自立の議論があって、まあそういうふうにも、ヨーロッパの議論をしたら見たら感じるわけですよね。一方ででも、今の話って、それのある意味、要は近代的な権利としての自立とか自己とか個人みたいなもののもっと、こう深層というか、深い部分にある、全体と個人、全体と部分の統合的な、感覚とか、要は自分と相手がいるっていうことの当たり前さとか、一方で自分と相手が全く違うことの当たり前さみたいなもの。はい。ですよね。そうですね。だからその議論ってすごく面白くて、なんていうかこう、つまり、先ほどなんて言うんでしょうね、ちょっと理念の話とかコミットメントの話もまたできればどこかで戻りたいと思うんですが、社長であっても社員であっても誰であってもある程度それが共有されているっていうことも、もしかしたら社会と自分のつながりはそれぞれが持っているので、日本だと会社の理念を書いたときに初めてその社会が登場してくる感じっていうか、与えられた形でこう社会との関係性を言われると、まあ綺麗事だなとかって、はい、感性が共有されていたらその感じ方って多分違うんですね。確かにそうだと思いますね。これすごい話ですね。なんかそうですか。まあただね、あまりそう言うとなんか北欧とかデンマークってすごいんじゃないかと思ったりしますが、うん、一人一人は今言ったことをそんなにこうきちっとやっていて、うん、それから意識してるわけではなく、だから自然にやってるので、別に例えばですね、日本人が環境に送り込まれてああいう生活をしたら日本人もなると思います。だから結構やっぱりその風土的問題だとか、うん、後天的に得られたその環境がそういう人をそういう考え方に導いてるっていうのはあると思いますね。すごく面白い。でどちらかというとやっぱり自然が厳しいですよね。で最近北欧って移民もたくさん入れてるじゃないですか、うんうん、で自己責任も厳しいところなので、うんうん、だから彼らはですね、絶えず日常の中においてもやっぱり自分と自然との関係だとか、デンマーク人とそれから新しく他国から来た新しいデンマーク人との関係性だとか、ということを多分無意識のうちにやっぱり考えないと、なかなかこう生活できないっていうのがあるんでしょうね。でそれから言うと日本ってやっぱりなんだかんだ言っても気候は温暖ですし、食べ物はたくさんありますし、移民もそんなに少ないので、はっきり言うとあんまり
考えなくて、思考停止状態であったとしてもそこそこ暮らせちゃうじゃないですか。わかります。オートマチックな感じがしますよね、うん、そうですね、オートマチックで、また残念なことにどうでもいいことに忙しすぎるので、あえて頭の思考を停止してオートマチックにしていかないとやってられないっていうのがありますよね。だからそれがますますなんかその関係性のことをこう考えないような環境になっちゃってるような気がしますね。それは面白い。いや、今のお話とちょっと今のお話ももう一回戻りながらなんですけど、その前段みたいなもう少しだけ途中のやつを豊かにしながら戻りたいんですが、デンマークの議論、先ほどのその上本さんが聞いてくれたようなお話に対して中島さんが糖尿病の会社がまあ、製薬会社ですよね。製薬会社が薬がプラスかマイナスかっていうか、要するに理念に照らしてって話をしたときに、いや、私が感じたのが、究極的に理念に反するものしか作れなくなったら潰れりゃいいと思ってるのかなと思ったんですよ、うん、一方で。つまりその努力っていうのはもうもちろん続けるわけだけれども、理念に反してまでやるくらいならない方がいいと、まあ、でこの話すごい面白いなと思ってですね。で、私もそう思えたらすごくいいのにな。つまり今ある会社なり今ある何かが残さなきゃいけないっていうドライブが効きすぎると、あるべきものに対してすごく経路移動になるので、すごく歪んでくるじゃないですか。でもこれを守ろうっていう政策のあり方もある中で、ただ自分の会社が例えば、まあ、これ極端に言うと潰れても、別の会社にその人は人間中心で考えたらいくらでも動けるわけですよね、うん、でそれが多分私が言い方が言うとフレキシキュリティっていうか、フレキシリティだね、はい、議論を見ててもすごく思うんですけど、前からあればすごいいいな、面白いなと僕なんか思ってるところなんですけど、なぜなら人間が資本なんだから、はい、どの会社とかどの産業かっていうのは、その時の理念、確か現実と理念の突合と自分たちができることのバランスによって決定されれば、会社が重要ではない。なんかもう一個、パブリックなものと自分の関係の中で、決定がなされていく、ないしはそういう存在として自分たちを抱えているのかとか、そのあたりはどうですか？そこはですね、私もそれ聞きました、うん、ということは理念に反した事業があったとして、うん、それがどうしても代替製品がなかったりだとか、うん、もう完全にもう万事休すというのは会社が潰れてもいいのですかって聞いたら、最初の答えはイエスですね。もうその通り、うん、ですから理念に反して存在するって意味がないので会社を潰すんですが、でも彼らもですね、バイキング魂を持っていて、そんなただでは転ばないっていうタフな人ですね。で、彼らの考え方は、そういうような環境になりそうな場合にはさっと手を打って一気に新しいところに転換をすると。なぜならば、やっぱり会社として社会的責任もありますし、うん、従業員は守っていかないといけないので、当然会社のこう社税だとかビジョンに合うように会社を転換する。で、それこそが経営者の使命であると。で、実際にそれやった会社あるんですよ、うん、でデンマークのアーステッドっていう会社があるんですね、うん、はい、これ今洋上風力で世界トップの会社です。うん、で、一昨年東電さんともつないで、東電さんとも提携をしてます、うん、で、この会社実は数年前まで会社名がドンエナジーって言ったんです、うん、で、デニッシュオイル&ガスという会社で、要するに、うん、もうコテコテの化石燃料で、うん、生計をこう立てていた会社で、要するに石油だとかガスを、事業の中心にしていた会社なんですね、うん、で、まあ、ドンってはっきり言って、日本でいうと東電みたいなものなので、エネルギー市場では有名でしたし、とはいえやっぱりドンエナジー、デンマークがその再生可能エネルギーにこうどんどんシフトしている中で、当然事業の内容もですね、その石油とかガス系から、風力とか再エネにこうシフトしてたんですね、うん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 、で、もうすでに一昨年ぐらいの時点でもう完全に再生可能エネルギーの方がこう上回っていてですね、うん、で、どう見ても名前はドンエナジーっておかしいじゃないかということで、会社のブランディングを変えて、アーステッドっていうふうにしたわけです。ですから今は、うん、この会社の名前とやってる内容が完全に一致をして、で、新しい形としてこう、トランスフォーメーションをできてるわけですね。で、今やこの領域で世界のもう優になっておりまして、みんながその会社のやり方を見習ってるということですね。で、すごいのはですね、これとはいえ会社のブランドを変えるって大変なことだったんですが、
それはやっぱりデンマークってデザイントップクラスですよね、うんうん、でそこに私の知り合いのデザイン企業が入ってわずか1年でそのドンエナジーという名前をこうマーケットが忘れるぐらいにアーステッドというところにこうブランドの転換をしたんです、うん、ですから1年普通こういう、ブランドを変更するって何年もかかってしかも過去のブランドを引きずってたりするとそれによって株価が下がるんじゃないかってこう危惧したりするんですけども、うんうん、この場合はむしろブランド変換して企業価値も上がりましたしなんて言ってもウォール街も含めて金融 のプロの人たちが前の会社の名前を忘れるぐらい完全に新しい会社を認知をしてそれでこの新しい再生可能エネルギーで世界のリーディングカンパニーになったというふうにそういうマネジメントですねコミットってそこまで強力で、うん、なのでこう成功事例がちゃんとあるんですね面白いですねだからいやこの話なんでしてるかっていうと例えば我々が例えば、まあ、僕らって結構こう別に福祉とか介護とかだけをやってるわけではなくて、まあ教育とか住まいとか、できれば産業のこととかも企業でやったりするわけなんですけれど、例えば医療介護の業界含めてですね、今までのやり方がなかなかうまくいかないとか、今まで良かったことが、果たして本当にこれ本人たちを幸せにしてるのかって、こう疑問を感じながら日本人って結構頑張っちゃうんですよね。で、分かりながらやるから、こうなると何が起きるかっていうと、人間側が苦しくなる。働いてる人側が阻害されて苦しくなっていって、その利率廃反の中で、でもここで何かできることを最大限やらなきゃいけない。でもやればやるだけ苦しくなるみたいな。で、その時に多分中島さんが今言ってくださってるようなことが、僕もそうありたいな。でもこれって途中の話を全部経由しないといけないかもしれないんで、どこか別のルートがあればそういう方でもいいかなと思うのが、私たちの団体なんかはそういう方針なんですよね。もうこれがダメならこれ、まあ当たり前だと思ってる。でもそれができない。難しい職場なり企業なり団体なりがあるときに、僕はその一つの糸口がフレキシリティみたいな形があるのだろうと思ったんですよ。はい。で、そういう、こう制度的な、つまりあなたが大事なんだよと。この業界でのか、あなたが大事。あなたの人間的な部分が大事だから、向こう側に行く支援を一生懸命しましょうっていう社会であれば、よっしゃ理念を大事にして飛び出してみようとか、うん、これを手放してみようっていう決意ができる環境があるような気がするんですけど、そうですね。そのあたりどうですか。なんかね、いやもう多分みんな頭の中で多分僕なんかもまあそそのかしたり流したりするわけですよ、うん、いやもうこっちに行ったらいいんじゃないですか、やってみたらどうですかって思うんですけど、その中島さん、そこをこうデンマークだとそれがある意味でこうある意味こう隋までじゃないですけど、こうそういう考え方が浸透してると思うんですけど、例えば日本の場合そのこっちにっていうときにどういう例えば条件なのか環境なのか、そういうのどういうのは大事だと思います。結局やっぱりご指摘の通り、はい、日本の場合ってなかなか柔軟性がないですよね、うんうん、で柔軟性がなくって、しかもまあ、あんまり決めつけてはいけないですけど、やっぱり究極的にこう見てみると、うん、あんまり自信がないと思うんですね、日本の方って。なので結局形式的な学歴だとか、こう大企業とかポジションとか、誰でも見て分かるようなところにこう依存するがゆえに、何かリスクを動かして柔軟性を持って、隣のところに行ったりだとか変革をするっていうのは苦手な社会になっちゃってますよね。で、向こうの場合はそもそもまあ、これは社会保障国家としての、優位性ですけれども、まあ、失業したとしてもちゃんと社会保障制度で守られてる、そういう、まあ、フレキシリティですねというところに加えて、もともとの気質の中でやっぱりこう変化をしているので、自分も変化をしなければいけないっていうのが当たり前のようにあるんですね、うん、でむしろやっぱり向こうの場合ですと、大体一生の間で7回か8回ぐらい転職をしたりするんです。でむしろ転職をしないと、昇進もしませんし給料も上がらないし、同じことばっかりというとそれしか能力ない人っていうふうに見られてしまうので、皆さんこう変わるわけです。だからその制度的なこの安心プラスもともと変わっていくという気質が組み合わさって、そういう柔軟性なあるこう人の移動がこう実現できていると。それに比べると日本の場合はやっぱり制度もそうですし、マインドのところでもすごくもう煮詰まってしまっているので、なかなかそこができないと。だからここはまあ、そんなに簡単にこれも真似できないところですけれども、やっぱりそこの根底にあるのはやっぱり踏み出す勇気というか、
そうですね、一度自分が獲得したこの安全地帯を手放したくないと、手放したら次はそんなにいい環境がないだろうっていうのがみんな薄々分かってるので、ますますこう、固定的になってしまって佃煮みたいになっちゃうっていうのが実態じゃないでしょうか。そうですね、まあ、ただちょっと今思ったのはその、まあ、北欧とかと違って、まあ、あとヨーロッパとかと違ってですね、日本の場合はこの例えば社会の例えば社会保障の仕組みにしても多くの部分をですね、その公的な部分よりかはまあ、戦後特にですけど民間に例えば、企業がそういう、なんていうかな、福利、職員の福利厚生という形で社会保障の肩代わりをするみたいな、はい、とか、僕らが今やってるのは住まいの話もそうですし、かなり多くの部分を民間が担うような制度設計をして、まあ、それを、まあ、国民も、まあ、ちょうど国民の願いにも合致しちゃったところもあったりして、で、まあ、経済も上り調子だったのもあって、まあ、それで良しとして今があって、ていて、はい、だからさっきのフレキシリティとかその国とか自治体の制度政策みたいなところが、まあ、多分デンマークと比べて日本は薄くって、でより多くの部分を民が担ってしまってるがゆえに民間の例えば企業の、経営者としても本当に守らなきゃいけないっていう思いが強すぎるというか、でしかも我々、はい、従業員の方ももう本当にこれをここ出たらやっぱなんか守ってもらえないっていうか、多くの部分をだから民間のがやってるっていう状況の中ではすごい硬直化しちゃってるんじゃないかなっていう思いがあって、このあたりがまあどう、まあそのなかなかそういう仕組みは変わっていかない、日本のにおいてはですね、変わっていかない、すぐには変わっていかないとしたならばどうやっていくのかっていうのが僕らも考えていかなきゃいけないなっていうふうに思うんですよね。そうですね、ですから今まさしくおっしゃったように、日本の場合は社会保障制度っておっしゃるように民間企業が担ってるんですよね。でところが今ここに来てやっぱりグローバルの影響を受けてですね、企業の経営者なんかもなんか突然利益至上主義というか株主資本価値だとかってところにシフトしてますよね。それってすごく危険で、そうやってコストをカットしていらない人材を放出することはできますけども、でも実はそれはブーメランのように返ってきて、多分それをやりすぎると世の中失業者であふれて社会的治安が悪化して結局自分たちの住んでる環境も悪くなっていくってところにつながるはずなんですね。だから、うん、そろそろなんかこうグローバリズムのなんかの経営主義の経営だけではなくて、やっぱり日本型ならではのそのみんなの競争型経営っていうのを考えていかないと、うん、日本の場合これから厳しくなりますよね。